皆さん、こんにちは。鉄工法、アーマーピアサー鉄です、えー。この動画はですね、ビーストオーズ。ビーストオーズについてね、まあ、いろいろとね、お話をしていこうという、そういうものなわけですけれども、えー、今回は特にですね、えー、ビーストオーズが日本にやってきた頃、ね、世紀に日本で、えー、展開が始まった頃のお話をね、いろいろと、えー、していこうと思います。はい。 えー、それでですね、えー、ビーストウォーズが、えー、日本でね、アニメの放送が始まったのが97年の10月なわけですけれども、アメリカでね、最初にこのシリーズがスタートしたのは95年なんで、だいたいその2年ぐらいね、間が空いてるわけですね。で、アメリカでも95年にね、発売されてもうすぐにね、 あの、人気がね、どうぐわっとこう盛り上がってですね。で、96年には、その、テレビアニメの放送もスタートして、さらにね、盛り上がるって感じになってたわけですけれども、えー、日本ではね、そう、アメリカでそういうことになってるっていうのは全然ね、わかんなかったわけですね。うん、えー。当時はね、インターネットもまだそんな普及してないし、SNS とかね、そんなものもなかったんで、 アメリカでね、その、ビストーズがね、人気出てても、もうそういうことになってるっていうのは日本にいる限りね、全然わかんないわけですね。うん。まあ、当時はやっぱり出版物とかね、そういうのが頼りになってしまうんでね。はい。えー、で、その代わりその日本ではその96年頃って言ったら、あの、アメリカン通りのね、ブームがこう、わーっとこう盛り上がってたわけですね。あの、スポーンとかね、スターウォーズとかね、そういうね、アクションフィギュアのブームがね、 おう、わーっと盛り上がってたんで、まあそういったね、あ,あの、アクションフィギュア関係の出版物ね、えー、雑誌だの、ムックだの、そういうのはね、ポコポコ出てたわけです。で、そういうの見ると、ビストーズとかがたまにちょろっと乗ってるんですよね。うん。だけど、ちょろっとしか載ってないわけですよ。なんでかっていうと、その、やっぱり、 アメリカントイとかね、そのアメトイとかを追っかけてる人たち、そのスポーンとかね、スターウォーズを追っかけてる人たちは、ビストウォーズにはあんまり食いついてこなかったからなんですね。うん。まあ、やっぱりその、スポーンとかね、パッケージ開けないでね、その、ブリスターに収まってる状態で、ずらっとね、壁に貼って、並べてね、飾ったりとか。 まあそういう感じの人がね、やっぱ多かったわけですけど、ビストーズって動物の状態でね、<laughs> パッケージに収まってるんで、もうそのままね、ずらっと並べて、かっこいいかって言ったら、うーん、ちょっとなんだかよくわからないって感じで、ね、まあそういうのもね、あったんだと思いますけれども。あとその、やっぱり飾ってね、その並べて楽しむというよりは、まあトランスフォーマーっていうもの自体がやっぱりその、あの、中身出して、開けていじって遊んで楽しいっていうもうそういうものなんでね、 まあ、その辺もね、やっぱりそのアメリカントイのブームの中で、そのビーストウォーズみたいなものがあまり注目されなかったね、その理由の一つだと思うわけですけれども。はい。えー、まあ、そんな状態なんで自分もね、そのビーストウォーズっていうものが、そのアメリカでね、もうスタートしてるっていうのは一応知識としてね、知ってたわけですけどね。まあ、トランスフォーマーとかね、好きだったんで、まあその、アメリカのトランスフォーマー、今ね、アメリカじゃこんなことになってるのがすげえなぁとは思ったんですけれども、まあ、それ以上のことはね、よくわかんなかったわけですよ。はい。 で、まあそういうね、そのアメトイの雑誌とかはやっぱりその、やっぱりパッケージの状態でね、ずらっと並べて、その、やっぱカタログ的にね、紹介するっていう形だったんで、まあ一個一個の写真もね、小さいしね、中身もどんなんだかよくわかんなかったわけですね。うん。もうあ,あの、ロボット形態の形がどんな形してんのかすらね、それすらあんまりよくわかんないっていう、そういう状態だったわけですよ。はい。で、まあそういったね、状況が変わり始めるのが、さらにね、年がけで97年入ってからですね。 だいたい97年の春頃あたりから、その、ビーストーズの記事とかね、そういったものが、そのアメトイの雑誌に割と大きくね、乗り始めるわけですね。それまではちょろちょろっとなんかおまけみたいに乗ってただけだったのが、割とね、大きくそのページ取って、で、一個一個の写真も、その、パッケージの状態でね、カタログ的に並べるんじゃなくて、その中身のおもちゃ自体をね、しっかりね、大きく写して、その、 ケモドのね、ビーストの状態の写真と、それから、ロボットの状態の写真と、それから、あとはその、アクションギミックとかね、そういうものについても、割とね、ちゃんとはっきりわかるような写真を、大きく載せて、紹介するっていう、そういう記事が、あの、ちらほら載り始めたわけですね。はい。で、ここでね、初めてね、ようやくその自分は、ビーストウォーズっていうものがどういうものだか、分かったわけですね。うん。これより以前には、全然ね、うん、さっきも言ったけど、わかんなかったわけですけれどもね。 で、これがその、やっぱりね、東京とか大阪とかそういう大都市に住んでて、周りにね、輸入トイショップとかね、そういうのがいっぱいあるようなね、そういう環境だったらまだね、あの、違ってたのかもしれないですけれども、ね、やっぱりそういうところに住んでれば、あの、実物をね、実際に目にして、その、あこういうのなんだってね、あの、楽しむこともできるしね、あの実際買ってね、開けてね、あの、どういうものかわかるわけですけれどもね。まあだからその、96年ぐらいの段階でもね、その、熱心なトランスフォーマーファンの人とかね、 あのまあ、そういう人はもうすでにね、そのビストーズっていうものを実際にね、あの触れてみて楽しんでたわけですけれども、うんまあ、だけども、あのまあ、田舎に住んでるね、<laughs> あのぬるいね、お宅兄ちゃんの自分にはね、それは全然わかんなかったから、そ,のそういうね、あの97年の春頃になって、そういう、ね、雑誌とかに大きなね、えー、写真とかしっかり載る,載るようになって、そこで初めてね、 初めて分かったわけですよ、ビースウォーズっていうものね、全貌が。ねでね、その自分これをね、見て、ものすごいショック受けたわけですよ。ねビースウォーズってもの自体はね、知識として一応知ってはいたわけですけれどもね、その生身の動物が変形するトランスフォーマーがアメリカでね、始まってるらしいよっていう、まあそのぐらいのことはね、一応知ってたわけですけれども、ね具体的にどんな形したどんな奴らなのか、どんなおもちゃなのかって、全く何も分かんなかったわけですけれども、 ようやくね、ここでね、あの、あの、どんな形したらどんなやつなのかって分かってですね、もう本当に、もう全身がね、ピュイッとこう、電気で打たれたようなね、あの、頭をね、ハンマーでぶったかれたようなね、もうとてつもないショックを受けるわけですよ。ねもう一目見た瞬間に、あまりのかっこよさに、ね、そして、今までね、こんなの見たことないっていうその衝撃にね、あの、もう打ちのめされちゃったわけですね。 もう一目見た瞬間、もうメロメロになってしまったわけですよ。あまりのかっこよさに。ね。もう完全に一目惚れですよ。もうね。うん。もう電気ショック第一号ってやつですよね。うん。ね。で、もう、それ以来ね、もうずっともう自分はビストーズの虜なんですね、完全にね。もうビストーズすげえ。ビストーズ最高。ね。もうこの時からずっと変わってないです。もうそのぐらいね、とてつもない衝撃が、 こう自分にはあったわけですね。で、何がね、そんなにショックだったかっていうと、ビーストーズはやっぱりその、今までね、全くなかった新しいものっていうものをね、それを感じたわけですね。で、まずビーストーズのごかったところは、まあ動物がね、生身の動物がね、ロボットになるっていう、まずその時点でね、もう今までね、見たこともない、ありえないね、あの、全く新しい斬新なものだったわけですけれども、 それでね、その、出来上がったその、出来上がったっていうか、動物からね、変形したロボットが、かっこ悪かったら、ね、なんだこりゃって終わっちゃうわけですよ。ところがですね、ビーストーズは、その変形した後のロボット形態が、これもね、今までのロボットものには、全くなかったね。すごい新しさと、そしてかっこよさ。ね、そういうものを備えていたわけですね。つまりその、ロボットのかっこよさと、それから、まあ、 エイリアンとかね、あのー、まあ、プレデターとか、ああいったね、まあ、クリーチャーね、怪物としてのかっこよさ、ね、あると思うんですけど、その二つがね、絶妙に混ざり合って、今まで見たことのないね、すごいかっこいいヒーローの姿にね、あるいはヴィランの姿にね、なってるわけですよ。ね。例えばその、コンボイとか、ね、まずその、ゴリラがね、変形してロボットになるって時点で、すでにもうありえないっていうかね、うん。あのー、正義のヒーロー軍団の、 リーダーって言ったら、まあ、日本の考えだと普通はね、ライオンとかね、なるわけじゃないですか。まあ、後にね、ライオンコンボイとかね、あるあの、出てるわけですけどね。うん。で、実際その、宝の人たちは、その、ヒーローのね、リーダー、あの、チームの、あの、最強のね、リーダーには、ライオンでどうでしょうみたいなのをね、アメリカの方に、この、送ったら、向こうからね、ファックスで、 変身が帰ってきたのは、あの、ゴリラにしてくださいっていうものだったらしくて。<laughs> やっぱりその辺はね、やっぱり、あの、アメリカがね、その企画自体を主導してるからっていうのがね、まあ、あるわけですけどまあそういうね、日本人の発想では、全く出てこないような、こう、キャラクターのチョイス自体がね、まずすごいわけですけども。でも見てみたらね、やっぱりすごい説得力があるわけですよ。ね。その、 いかにもゴリラがロボットになったって感じの、その、ね、逆三角形体型の、ね、ムキムキマッチョな、すごい強そうなね。もう、あの、この立ち姿自体がね、もう一目見た瞬間、あ,あ、こいつはもうね、もう、間違いなく最強のリーダーだわ、みたいなね。こいつには逆らえねえわ、みたいなね。うん。そういうね、あの、迫力が、まずあるし、ね、しかも、ゴリラ、霊長類だから、知性と優しさもね、兼ね備えてるわけですよ。 ね。恐ろしさ、獰猛さと、それから知性、ね、優しさ、両方を兼ね備えている。これはまさにね、その、正義のね、ヒーロー軍団のリーダーに、まさにふさわしいじゃないですか。ね。動物の王者ですよ。ね。まあ、そういうね、その、キャラクターのチョイスとか、その、スタイルもまた、ね、いいわけですけど。それだけじゃなくて、例えばその、肩にはロケット砲とかね。 あの、足首のところにシリンダーとかそういうロボット的なね、衣装、ね、マシーン、メカとしての、そのかっこよさみたいなのも備えつつも、でもなんか、あの、手首のところはね、ゴリラのまんまで、そのゴリラのたくましさ強さみたいなものをね、うん、ちゃんとね、持っているわけですよ。ねえ。これ最高じゃないですか。ねえ。しかもそれだけじゃないんですよね。武器として、ねまあ、剣とか、あるいはね、ね鉄球とか、 そういうのも備えていて、なんていうかその、あの、ビーストっていうか野獣的なね、その野蛮さとかね、童猛さみたいなのもちゃんとね、イメージさせるようなところがあって、もうね、こんなの見たことないっていうね。うん。で、しかもそれ、コンボイだけじゃないんですね。うん。ビーストオーズね、ま、第一弾のね、シリーズでいくつものね、商品が出てるわけですけれども、ね、他の、すべての、 全てのキャラクターがそういう感じで、さまざまなね、特徴、個性を持った、ね、あの、今までにないかっこよさを備えていたわけですよ。もうね、これ見た時点でね、いや、これビーストーズ絶対ヒットするって、もうほんと思いましたね。うん。はい、そういうわけでですね。 あの、もう一目見た瞬間ね、もう強烈なね、衝撃を、その受けたわけですけれども、えー、突然ね、でも、そういうね、あの、記事みたいなものが97年の春頃になって、急にね、その、あの、アメトイの雑誌みたいなのにポロポロ乗り始めたのなんでかっていうと、これ今にして思えばね、あの、宝がね、そのおもちゃ会社の宝が、日本でビーストウォーズを正式にね、販売開始して、ね、あの、国内展開を開始するのに、 ま、その、プロモーションとかね、あの、リサーチとかね、そういうことを本格的にスタートさせたから、だからね、急にこの時期になってそういうものが乗り始めてたわけですね。それまでね、アメトヨの雑誌とかが、ビストーズみたいなものをね、割とその、あの、あんまりね、きちっと取り上げてこなかったんだけれども、まあ、でも、宝の側が、その、ね、プロモーションのために雑誌にね、そのサンプルとかね、そういうものを提供して記事にしてもらって、 ねその反応を見ると。ね。そういうことをね、スタートさせたってことなわけですね。うん。日本でね、まあ売るためにはね、そういうこともね、やっぱ必要だろうから。うん。で、自分はね、当時知らなかったんですけれども、九州の方ではね、テスト販売とかやったりね。あとはその、テレビマガジンとかあの辺の自動系の雑誌にも、その、記事載せたりとかね、もうそういうこともね、やってたわけですね。 まあそういう形で、そのビーストローズ、今までとは全く違う。今までのトランスフォーマーとは全然違うし、あと、宝がね、メインに、あの、主力にしてきた、そのロボットものっていうと、ね、勇者シリーズ、トランスフォーマーに変、えー、わってね、宝が、あの、進めてきた、日本の、あの、子供たちに、その合わせた形でトランスフォーマーをね、新たに作り直したみたいな、そういうシリーズがあったわけですけれども、そのね、勇者シリーズとも全然違う。 昔のトランスフォーマーとも全然違うと。ね。そういうものを日本で売り込むために、まあ、いろいろね、その、宝は当時ね、いろいろ考えて、あの、リサーチとかしたりとかね、そういうことをしてたわけですけれども、まあ、その一環として、その、まあ、雑誌にね、まあ、そういう記事が載り始めたっていうことなわけですよ。ね。はい。まあ、当時はね、全然そんなこと <laughs>、何も考えなかったわけですけどもね。で、春頃にね、またその、あの、雑誌にそういう記事とか載り始めて、 で、おもちゃの発売が7月なんですね。だから、まあこの時点で、まあ何ヶ月かね、その、間があるわけですけれども、ね、もう自分もこの時点でね、早く発売してくんないかなってワクワクドキドキしてね、あのー、まあね、もう毎日毎日、もうビッソウズのことがね、もう気になってしょうがないっていうね、そういう状態になっちゃったわけですね。で、テレビの放送はね、10月、秋なんでね、うん、そっから考えるとね、まあ、半年近くね、あの、間が、 あるわけでね。もう当分先なわけですね。で、宝としては、その当時ね、その、おもちゃの販売開始と同時にね、テレビのアニメの放送もスタートさせたかったらしいんですけれども、どうもなんか枠が、ね、テレビの放送枠が取れなかったらしくて、<laughs> で、おもちゃの方が3ヶ月ばかり先行して発売。で、アニメがね、あのー、3ヶ月ばかり遅れてね、スタートっていう形になったわけですけれども。はい。で、自分はだからその、 アニメがね、まあ、テレビアニメが、その、あるっていうのは、一応知識として知ってたし、ね、まあ、当然そのおもちゃの後にね、まあ、テレビ放送もするんだろうな、とはね、うん、それもね、もう分かってたわけですけれども、でもその前にまずおもちゃから、まずおもちゃから入ったんですね。うん。だからビーストオーズっていうと、やっぱりどうしても自分の場合はね、おもちゃのビーストオーズに対する思い入れが、すごく強いですね。うん。で、その、ビーストオーズのね、 あの、まあ、記事とか乗り出して、あ欲しいなって思って、で、多分、その、輸入トイショップみたいなものがね、周りに何件もあるようなね、そういうとこ住んでたら多分、もう速攻で、あの、輸入トイショップとか走ってね、速攻買ってたと思うんですけども、まあ、田舎に住んでるとね、そんな気の利いたね、お店はね、ないんで、<laughs> まあね、通販とかもめんどくさかったね、そういうね、そういう時代っていうのもあって、素直にね、発売をね、待ってたわけですね。うん。 で、そのね、あの、何ヶ月かの間、あの、アメトウの雑誌みたいなのとかね、そういうのを見つけるたびにね、あの、本屋とかに見つけるたびに、パラパラっとね、立ち読みしてみ、立ち読みしてみてね。で、ビスソーズが載ってたら買う、みたいな。そういうことをやってたわけですけどね。<laughs> ね、うん。もう、雑誌を見るたびにね、ビスソーズ載ってないかな。載ってないかなって。うん、探すような。そういう前にしちゃったわけです。はい。はい。 えー、で、まあ、そういう感じでね、あの、今か今かとね、あの、まあ、発売をね、待ってたわけですけれども。で、97年の、あの、7月、ね、とうとうその、ビストーズのね、おもちゃが日本で正式に発売になってですね。で、もう発売と同時にね、もう即座にね、あの、おもちゃ屋さんに駆け込んでね、もうパーンと買ってきたわけですよ。ついに出たって感じでね、もうね、あの、速攻で、ね、買いました。 ま、さすがにね、第一弾のラインナップを全部まとめて買うっていうのは、さすがにそこまではね、しなかったんですけども、まずはね、第一弾のラインナップとして、あの、出てる中の、まあ、やっぱり目玉であるね、コンボイとメガトロンですね。あの、ゴリラとね、恐竜。えー、これとですね、あと小さい方もね、どんなのか、様子を見ようってことで、まあ、ネズミのね、ラットル君と、それから、あの、翌竜のテラザウラね。あの、この四つをね、まずは、あの、買ったビだけです。で、 もう買ってみてね。まあ、一応どういうね、ものなのかっていうのは、一応その雑誌とかのね、記事で見て、概要は知ってたんですけど、もうね、開けてね、中身いじってみて、もう本当にね、あ、こんなにすごかったのかって、想像以上のね、凄さと楽しさにね、もうますますビーォーズにね、入れ込んでしまったわけですよ。ねいや、これは面白すぎるだろうと。これは凄す,すぎるだろうこんなね、面白くて、 楽しくて、かっこいいね、変形ロボット,ト今までね、見たこともない。すごいなってね大変ショックを受けたわけですね。はい。でも、それからはね、もう、あのー、もう、ビストーズの、ねただやえビストーズの取り込んだっていうのに、ますますね、ヒートアップしてるわけですね。で、えー、まあ、大体ね、週に1回ぐらいのペースで、休みのね、前に、この、ね、あのー、一つか二つ。 ね、微斯坊図買うみたいなのがね、毎週毎週続くわけですよ。ねえ。すごい、ね、もうメロメロになりました。はい。で、何がすごいかっていうと、やっぱり見た目、ね、スタイルがね、まずいいわけですよね。その動物の形態のね、姿もね、なかなかすごくよくできててね、ちゃんとなんていうか、あの、獣のね、生々しさみたいなのもね、ちゃんとあって、あの、いい感じだしね。あの、ちゃんとその動物のフィギュアとして、きちんとね、見れるものになっている。ね、これまずすごいですよね。 そこから変形させる過程がね、そのまたすごい楽しいんですね。うん。その変形のね、そのパターンがね、その一つ一つその全然違っていて、すごく凝っていると。ね。うん。まあこの変形のね、機構、変形のシステムの楽しさっていうのが、トランスフォーマーのすごい楽しいところなんですけど、このビーストウォーズではその辺がね、非常に遺憾なく発揮されててね、素晴らしいですね。で、それから、あのー、関節がね、自在に稼働する。 ねで、これね、あの、例えばバンダイの戦隊のね、ロボットとかなんかは、まあ、棒立ちなわけですよ。ね。あの、ポーズとかね、全然つけられない。まあ、あの、小さい子供が遊ぶものだから、ね、混乱しないように、そして壊れやすくね、ならないように、しっかりね、立たせて倒れないように。そういうのもあって、その意図的にね、その棒立ち状態にさせているっていうのはあるみたいなんですけれども、 ねそれに対して、このビーストーズはね、もう自由自在に関節が稼働して、もう好きなようにポーズが取れる。ねあの、この一個前のね、あの、ビーストーズの前にやってた、あの、トランスフォーマー G2 っていうのがあって、もうその時点でね、もうすでにそのフリーポーズアブルのアクションフィギュアっていう形で、もうやってたんですけどね。で、ビーストーズもね、それを踏襲してね、ね非常にね、自由なポーズをつけて遊べる。これはね、やっぱりね、すごく良かったですね。はい。 えー、それから、あのー、隠し武器はね、体内に何らかのね、武器とかを隠し持っているっていうね、秘密の武器を隠している体の中にっていうね、これもね、いいですよね。うん。お腹からね、この銃が飛び出てきたりとかね、うん。あるいは背中からね、ロ,ロケットランチャーがバシーンと飛び出てきたり、あるいは背骨の中にね、剣を隠して持っていたりね、うん。 うんね、本当にね、あの、これはね、すごく面白いです。ねやっぱ楽しいですね、そういう、あの、秘密の武器みたいなのがね。あの、別パーツで武器がね、付属してきますじゃなくて、体の中に隠して持っているっていうのはね、まあ、ギミックとしてまず面白いし、あとその、なくさないっていうのもね、なくさずに済むっていうのもね、<laughs> いいですよね。うん。ねまあ、そういう感じでね、まず非常にね、いいですよね。うん、これから、 それ以外に何らかのね、アクションギミックを備えているものも多くてね、特に高額商品の場合はね、そういうのがあって、例えばゴリラのね、コンボイさん、胸をウフホ,ホ叩くね、ドラミングアクション。ね、肩のスイッチを切り替えれば、剣を振り回すアクションとかね。あとは、あの、メガトロンなんかもね、口からね、あのー、水鉄砲をね、なってて、その、口をグワッと開けるとね、水をビャッとね、霧吹きのようにね、吹きかけるんですね。で、これ、 まあ、アクションギミックとしてね、あの、遊んで楽しいっていうのもあるんだけど、これがなんていうか、あの、攻撃手段として、なんか、独土つばみたいな感じでね。そういうところもなんか、その、獣のね、あの、攻撃っぽくて、すごくいいですよね。うん。ね。あとはその、誘いのね、あの、背中のね、トゲがビュッと伸びたりとかね。うん。あとはその、手のね、ハサミがね、 サソリのハサミが、こう、パーンと飛んでいくんですけど、飛ばすと空中で自動的に鉢に変形するとかね。すげえなぁと思って、そういうね、いろんな工夫を凝らしたね、ギミックの数々が、おもちゃとしてね、遊んでて、すごくね、楽しいし、いいなーっと思ったわけですね。ね。うん。もう、これね、本当にね、今までの、あのー、やっぱりその、ロボットものおもちゃとはね、もう、比べ物のないね。 すごいよくできたおもちゃだったわけですけども、しかもビストーズのもっとすごいとこはこれが安いってとこなんですよ。ねえ。最強の、最強のね、そのゴリラのコンボイさんが3000円なんですよ。2980円。で、あの、しかもそのトイザラスとかそういうとこ行くともっと安いわけですからね。2000円台。ねえ。で、買えしまうんですよ。ねえ。恐ろしいことですけどね。本当に。 ちっちゃいね、ネズミのラットル君とか、定価でも750円とかですからね。うん、下手すれば500円ぐらいで買えちゃうっていうね。うん。ねえ。すごいことですよね。本当に。あの、まあ、今とはね、やっぱりその、いろいろね、あの、状況も違うんで、単純にね、比べることはできないっていうところも、まあ、あるとは思いますけど、ねえ。500円でラットル君1個ってすげえ、すげえなと思います。はい。ねえ。 うん、いや、やっぱりね、その、戦隊とかの、あまあ、ロボットとかに比べて、その価格帯のね、低さ、ね、この買いやすいっていうのは、これはね、やっぱりそのビーストオーズがヒットした理由の一つにね、それはね、絶対あると思います。戦隊のね、ロボットとか一個ドーンと買うとね、うん、あのー、やっぱりね、ある程度ね、しますからね。だいたいその半分とか三分の一ぐらいの値段でね、買えちゃう。 ね、小さいやつはもっと安いっていうね。ああ、すごいことですよ、これは。ねえ。はい、うん。はい。そんなこんなでね、いろんな魅力にね、溢れたこのビーストーズなんですけれども、ただその、7月のね、発売の段階では、やっぱりその、キャラクター自体がね、浸透してないんでね。うん。だからその、宝としては、そのアニメとかをね、同時に放送したかったんだろうけど、残念ながらそれはできなかったんで。で、 だからどういうことをするかっていうと、その、先取り秘密ビデオっていうのをね、キャンペーンとして発売と同時にスタートしたんですね。で、ビーストーズのパッケージのね、箱についているビーストポイントっていうのを、あの、送るとですね、あの、ビーストーズのアニメがね、収録されたビデオテープをね、送ってくれるっていう、そういうキャンペーンあったんですね。 もう自分即座に当然送りました。はい。だからね、当時買った、その、コンボイとかね、あの、そういうその、ビストオーズのおもちゃの箱はね、ビストポイント切り取ってあるんですね。<laughs> うん。まあ、やっぱりね、ビストオーズすごい気に入ったんでね、あの、アメリカで放送してるアニメ、どんなのが見たいなっていうのは当然ね、ありましたから、まあ、即座に送って、で、送られてきたビデオね、届いたら早速見ましたよ、もうね、ワクワクしながら。で、 このサーキットで秘密ビデオっていうのは、その1話からね、4話ぐらいまでのビストウォーズのね、内容をダイジェストでね、あのー、まあ、まとめたもので、で、吹き替えとかはね、当然ないので、ええー。だからその英語版のね、セリフをそのままね、収録して、それに、その日本語のナレー,ナレーションをね、被せることでフォローしてるっていう、そういう内容だったんですけどね。これ見てまたね、痺れましたね、あまりのかっこよさに。 ね超絶かっこいいじゃん、これ。ってね。うん。しかも、あの、ただかっこいいだけじゃなくて、ところどころね、ユーモーラスなところもあったりして、このキャラクターたちがすごいね、魅力的だな、いいなって思ってね。このビストーズ、ますます好きになったわけですよ。ねえ。うん、もう、それはね、ビストーズテレビアニメ、ね、放送が早く始まらないか、ね、始まらないかなってね。もう、すごいワクワクしてね。あの、もうこの時点で待ってたわけですね。うん。 はい。えー、まあ、そういうわけでね、あのー、テレビアニメのね、放送が10月にスタートするわけですけれども、<laughs> その時ね、何が起こったか、ね。自分はね、この時ね、大変なショックを受けるわけですけれども、えー、それについてはまた次回ということでね。<laughs> 次回ね、お話しいたします。はい。えー、ということでね、今回ここまでっていうことで,ですね。まあ、何が起こったのか。 え、まあ、こう、期待というところで、えー、皆さん、ご視聴ありがとうございましたではまた